いや、やばい。どうすればライトか。ライトアップ。いやー、キモい。相手をすり抜けられない。食べられるよ。口がくっぱり。口くっぱーだったわ。あいつから逃げなくてはいけないのか。でもどうだった、戻り道はなかったから、あいつより先に行かなきゃいけない。ここでこんにちはするから。はい、なぜかこの時は透明。まだ限界していない、この世界に。この世界に完全に降臨される前に逃げる。まずここで、この次の扉を抜けた瞬間、あいつは天井爆速で抜けていくから。あー、でもここでどうだ、横に何とか。いや、横だね、横だ。これ横だ、横だ、横だ。なるほど。爆速でも抜け道ある。また天井か。また天井から四つ足を生かして来るか。いやー、後ろちょっと見ちゃう。ちらー、近い、結構近い。開けろ、よいしょ。あ、大丈夫、逃げれた。扉を開ける知能はないようだな。一体どうなってんだ。あれ、でもこっちまたいるんじゃない。俺回ってきただけでしょ。ちら、あれ、あ、違うのか。別に繋がってない。これは古い機械、部品が欠けている。部品ね、何を使うんだ。ここら辺にはさすがにないな。どっかから持ってこなくちゃいけない。しかしこのショーは、あの四つ足怪人から逃げなきゃいけないか。あれは一体何なんだよ。まあ、さっきのパーツをね、組み上げてできたっぽいけど、これは、あー、うん、しまった。あー、なるほど。重りを乗せるかどうかで、あ、これ鍵ね。鍵、だから鍵の代わりになる重りをどっかから見つけてこなくてはならない。これは、非公式な文書の中にその名前が記載されていた。彼女の名前はチャン・イー。合撃の世界では有名な女優だ。ある日彼女は自らの講演の後、身を投げて自殺した。地上の石は彼女の血でシンクに染まった。人々は皆彼女の死を憐れんだ。彼女の歌声は甘くて綺麗だった。その笑顔はとても魅力的で忘れられない。ある男と恋に落ちたため、彼女は自ら命を絶った。彼女はかつて男と盛大な結婚式を挙げることを望んでいた。そしてたくさんの客人を結婚式に招待していた。彼女はこの世界からいなくなってしまった。彼女のような女性が現れることはもうないだろう。あ、チャン・イーさんが自殺してしまったということですが、さて、あそこに載せる重りを、いや、ついにあれじゃない、社員証を手放すときでは。罰金とか言ってる場合じゃないよ。てか、社員証持ってるのか。持ってるね。常に持ってる。社員証は何よりも大事。え、社員証載せられない、これ。ここに、あ、でも、いや、でも、特に変わらないから、うん。で、こっちの重りはしっかりはまっている。周りに何かあった。なんだこりゃ。あ、ヘアピン。これは見たな。あ、取れた。ヘアピンでなんとかなる。これ取ってヘアピンを乗せる。あー、でも重いのかい。釣り合わないといけない。じゃあもうちょっと、いや、ヘアピンはあれか、ヘアピンなんか探るのか。ヘアピン、ちょっと待って。ヘアピンを、結婚が、この花の花とか取ったら釣り合いませんか。ダメですか。ダメっぽいな。これはハマってて、あれ、ヘアピン乗せて、他に、あ、これ古びたハンドル、これが先か。ちょっと待ってよ。だから一旦鍵は乗せといて、ハンドルでこの機械を何かすればいいんだ。では、あ、乗った。で、なんか潰してない？お肉的なもの。潰してるよ、絶対お肉的なもの。ミートだよ、ミート。液体で満たされた小瓶。いや、これ絶対、ブラッドだって。血だよ。血じゃなきゃ何なんだ。じゃ、こっちに、あ、でもこっちに乗せれないんだ。じゃあ、この血の瓶を、乗っける。あ、よしよし。あれ？でも、鍵はどこで使うんだ？こっちか。これか。これだ。ガッチャン、珍しい形の鍵。ひえー、この音なんとかしてくんねえかな。はーい。あ、キャシー。これいかんない。キャシーですか。開かない。開けるには道具が必要。は、近くに、うん、通風口を開ける道具を見つける。はい、近くにいるはず。キャシー、
あ、まさか四脚か。四脚タイプの音量。きたー、四脚。四脚で合ってます。いや、六脚だな。こいつ六脚だ。ああ、天井も。化け物が自分のことを探している。気をつけな、気をつけな。急にフランクになった人。なるほど、そういう場所も行き来するのか。あいつは向こう行った。でもこの机の下なら基本バレないということでよろしいか。ああ、いたわ。歌うんかい。お前、歌って戦闘力上がるタイプ。歌ってたら戦闘力上がるタイプですか。ああ、これなるほど。机の下をうまく通っていかないとバレるというわけだ。そっち。そっちで、そっちで。このま、いや、真上だとさすがにまずいよな。そこ行き。こっち来る。まずいか。いや、そっちだ。どのタイミングがいいかわからない。あ、違う。今です。よいしょ。いやー、こんなの見つかるって。地震の時に下に隠れるんじゃないんだから。大丈夫、とりあえず下にいれば。で、こいつが、こういった時にシュッと。はぁ、しまった、まずい。あー、食べられる。早かったでござる。さあ、とりあえず、この机のとこまでは来たが。この人歌ってないね。もう歌うならカラオケとか行ってください。頼みますよ。まあその見た目だと断られる可能性大だけど。そっち。いける。よし。セーフ。なんか落ちない。大丈夫。そっち。で、上をカサカサ。はい。オッケー。そっち行ったあたりで。よいしょ。なにっていうか、こいつあれか？なんか、その自殺してしまったその歌手のね、女優の改造された慣れの果てみたいな、そういうやばい存在なのか。真上で止まってます。移動してください。お願いします。あれ？ちょっと止まってるぞ、あいつ。真上で止まってやがる。卑怯な。釘付け作戦か？じわじわ。影が見えるけど。行ったか。あ、あ、大丈夫これ。いけるか。いける。いや、いけないのかい。さあ、今度は行かせてもらうぞ。この第3の机の下に。さあ、また真上に来たわけですけど。どっちだ、今度は。真上で歌うな、真上で。気持ちよさそうに。影を見ろ、影を。あっち行った、今。今です。よし。前、真横なら大丈夫だな。逆に。ここまでくればもう勝ったのでは？こっち行って、向こうに行ってくれれば、大勝利。しっし。虫けら。うん。その肉のところが弱点でしょ。銃で撃ちたい。なんか、美味しいなーって言ってるように聞こえる。いけいけ、あれ？行ったが、いや、真上、行った。まだある机が。よし。早く。もうここまで来ると、早くもう一周、入ってください。でも意外とやっぱいるとこには、なんとなく気配を感じて、とどまるのか。よし、いた。まだある机。でもこれで、次でラストか。次で、もうここまで来れば、もうだいぶ、安心感もある。こいつ、向こうに、ま、絶対回ってくから、その隙が、絶対できる。向こうにも行ったら、背後。で、この机はそっちまで行った方がいい。なんかありそうだけど、普通に出りゃいいよね。おーい、でっぱい美味しいなって言ってるよ。おいしいな。一体何が美味しいのか。彼氏の肉ですか。よいしょ。はいはい。よし、抜けたでしょこれ。まったく、ファッキンクモ女が。いや、すいません、言葉が汚くなってしまいました。なんかノコギリやるよ。これで相手を解体できないか。ダメ。あ、あるぞ。あー、でもなんか解体しそう。鋭い鉄のペンチ。どこから役に立つかもしれない。一体どんな役に立つというのか。今回の人形劇がしばらく中止になったそうだ。新講義の主催者が時代遅れに感じたそうだ。時代は変わったものだ。以前は私の人形劇を見た者はみんな支持してくれたというのに、まさかさっきの六脚人形を使ってないような。リンの演技がこんなにも早く劇団長から評価されることになるとは思ってもみなかった。でもそれも不思議ではない。あんなに美しい歌声なら誰もが虜になってしまうだろう。今や彼女はリハーサル時にも頭にヘアピンをつけている。
私たちの気持ちの証だと彼女は言ってくれた。まあ今回の公演は一般の観客として見に行こう。うん、この人は人形劇の人だったけど、歌のね、歌劇にとって変わられたという感じがしますが、まあそれでもまあ一応納得はしていたようですがね。こっちはいけない。あれ、でもなんか道順的に戻ることになりそう。ペンチを手に入れて戻る。やはりあいつを解体するのか。あらーあらららららあらららら、ここは回れる、回れる、ここは回れることは知ってます。回れることは知ってるけど、一体回ってどうすること。回って戻る。あそこ隠れられそうだけど、隠れる意味がありますか。いや違う、隠れられない。また机の下か、また机の下ですか、また机の下なんですか。いや戻れる、戻れる、もうこれ戻れるでしょ。あー戻れねえ、ちょっと、あダメだこれ、死んだ、あー死んだ。いやまだ生きる、まだ生きる、まだ生きなかった。あ、いや、いけるわ、ここアンチだ。やーい、お前の背骨、おかしな形してやがるぜ。背骨かな、肋骨かな。大丈夫、逃げれる。行くぞ、せーの、はい。あーダメだこれ。もう終わりだ、終わりだ。あ、終わってない、終わったわ。たわむれている場合じゃなかった。あれはやっぱ机の下行った方がいいのかな。でもあいつも地上にいるからあんまり机の下って感じないし、これね、このペンチ、いや机の下に潜ってあいつが頭を突っ込んできたところをペンチで粉砕する、そういう、おーで、ちょっと待って、近づきすぎた、うおペンチで粉砕するっていう、そういう感じでしょうか。ダメでしょうか。ペンチの使い道はそれくらいしか思いつかない。ペンチはそれくらいで、これ左行っても行き止まりだもんね。一応チラッと見て行き止まりだから、これ行って、いや奥まで見えるか。もうあいつ天井使えるけど、ここしゃがんで、始まって、しゃがむのが早い。どうしよう、ここは、ここあいつ来れる。ああ、よし、普通に逃げた。机の下は通れない、でも天井は通れるから。ペンチなんか使うんだっけ。あ、ここかな、思い出した。全然忘れていた。そう、もともとここはキャシーのね、助けを求めてたところだもんね。なんか微妙なとこ切ってない。あ、これは、あ、キャシーの社員証、まだ顔は崩れていない。そう、今までね、死んだ人たちは崩れていたから、あ、取れないんだ。まだキャシーは人間としては生きているというか、形も精神も保って、なんか来た、なんですか、コウモリってこんなとこにいるもんなんですか。まだネズミの方が良かったんじゃありませんこと。なんか周りに闇のシミがいくつか、 3D のあれなのか、それとも演出なのか、そこは分からない。闇の深淵が近づいているということかもしれない。長いな、どこまで続いてる。あ、出れそう。キャシーいるのか。でもまあね、このゲーム、あの四脚、あれ、あ、ホイ、これはあのね、ビデオ撮ってた人、あのハードディスクの人、ホイさんは死んだ。もう社員証を見ただけで生死が分かるようになってしまった。で、まあ社員証見なくてもあれか。ほらー、ほいーほい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 ちゃん、ほい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 、なんてことだ。緑と黒、炭治郎みたいなクソしやがって。ああ、ほいほい、死んじゃったかー。まあそうなんですよ、死んでたんですけど、まさかこんなところに吊るされてるとは。ロックされとる。こっから外に出たりできない、できないか、ちょっと狭いか。何、ホイを探る感じになりそうこれ。いやでもだいぶ変色してるから、ああもうだいぶ経ってますよねこれ。あれ、いやこれか、これだ。まずい、鍵がない。隠れる時にどこに落としたかも。この辺りに落とすかな。ああ鍵を落としている。でこれは9月13日、霊界脱出ゲームのホイ、はい、ホイさんの生きてる時の声。番組の人は誰もいない。あ、それだけ。9月24日、あれだいぶ経ったか。ずいぶん探し回ったけど、あの日カメラで撮影した場所から離れられない。ああ同じ世界を、映像の中に閉じ込められた。現代的ですね。あれ
日付が戻った。3日だったが全く腹が減らない。他の人がいるみたいだ。生き見慣れた声が、ああ、さっきの六脚野郎だな。もう何日経ったのだろうか。あれは化け物だ、殺されるんだ。今頃ですか。もう耐えられない。今すぐ終わりですよ。ああ、そういうことか。自分でやっちゃったのか。その割にはすごい頑丈そうなロープありましたね。いやー、そうか。まあね、恐怖に耐えるのも大変なことですからね。で、鍵がどっかに落ちてるって。ここら辺に落ちてる可能性があるというわけだが、ここら辺か。ちょっと床を一通り舐め回してみましょうや。あ、ありましたよ、こんなところに錆びた鍵。ここに落とすか。まあどっかにね、隠れる場所を探していて落としたというならわかるかな。じゃあほい、鍵は借りるぜ。よいしょ。さあ脱出できますか。でも六脚くんな、まだありそうなんだよ。ここは、あっと、電話、早く出ないと、どこだ、こっちか、これだ、プロ電話、はい。信じたって何を、信じないんだ、一体私は。カメラの謎か。それは前の持ち主のせいだ。恋のようになりたくなければ、ここから抜け出す方法を考えなさい。今、結界に閉じ込められていると。隠された扉を見つけなさい。それで、ああ、切られた。キャッシーのことを話してくれない。ドアに不思議な置物がある。一部が欠けてるようだ。なるほど、今度は、この欠けたパーツを見つけなければならないというわけだ。まあ、とりあえず、ここら辺にあるものを読むか。まずはこれ。王劇団長。高く評価していただきありがとうございます。この劇団に脚本を書くことができて光栄です。私は剛劇をとても愛しているのです。最近、新興技の人形劇が中止されたと聞きましたが、これは適切ではありません。新興技の人形劇はこれまでの伝統です。考え直してください。うん。この人は人形劇を残してくれと。劇団長に言っていた。その結果があれだというのか。で、年代物の筆。うん。ここにそれがある。筆、これもパズルっぽい。2つ選んで交換。これはあれですか、高さ順に並べるとか、なんか数字順に並べるとか。でもこの下の方の赤いマークもなんかありそうだからな。何かヒントが、発見の時もそうでしたけど、何かヒントを見つけてきた方が早いかもしれない。どうせね、ここの部屋には最終的に来ることになりそうだから、先に周りを調べるというのはあり。ピアノは弾く、弾かない。ステージに上がっちゃって大丈夫ですか。ここは何もなし。でもなんかステージに踊ってステージに上がって何かするとかありそうだけどな。あれ、こっちから来たんだっけ。いや、上がある、上があります。そんなバカな。ここは開かない、ロックされている。あれ、ここは何もなしか。ロックされているから、まあ後々行くんでしょうけど、何か有用なヒントはないのか。さっきのあれを解かないといけないか。お札じゃなくて、あるぞ、鍵、2階の鍵。あ、先に2階の鍵がありました。じゃあ行こう。いきなりでもね、何のノーヒントであれを解けって言われても時間かかりそうですからね。はい。なんだこれ、ライト当てれる。え、ランプが錆びて回せない。錆を何か取らないといけない。イエーイ。あれ、ライトが当たってるけど。こっちからでは見えない。錆を取りよう。あれ、でも動かせるじゃん、ランプが。ランプがついてないってことか。でも微妙に、微妙に動かせるけど、とにかく錆を取る何かを見つけなきゃ。自分の鍵は大丈夫、怖くない。この人たちはよくわからんし。開かない。こう照らされてるけど、ひえー、奥があるよ。絶対六つ足雲女みたいの来そうだけどな。
まだ別にあいつ倒したわけでもなんでもないしね。いやーどこだこれだいぶ奥まで来ちゃってるけど、さっきの扉まで戻るんでしょ最終的に。あーなんだ顔のマーク、青白赤黄、青白赤黄だからなんかそういう感じで回せってこと？いやわからんって数字だし。これはなんか顔のマークをどっかで探してこいということか。これ絵かな、青白赤黄でしょ。絵の人が何かヒントになってたりせえへん？ちょっとようわからんので、もう一回一回でちょっと何かヒントがないか探しておきましょうかね。鍵はあったけどここにね、それ以外に何かあったわ。ヒントない。これリンへ、新しい劇団のチラシが出来上がりました。あと君のヘアピンを見つけました。リハーサルの後劇団長の部屋まで来てください。よろしければお渡しします。うん、ヘアピンは今までも何回か出てきたやったような気がしますが、しかしそんだけかい。あ、開けれる。あ、なんかある。なんすか、翡翠のマガタマ。なんか見つけてしまった。マガタマを何かセットする場所なんてあったっけ。で、ここら辺の絵、この絵もあったな、上に。こっちから来たんだっけ。ああ、はい。ロックされてる。マガタマは見つけたけど、そんだけだな。マガタマを手に入れたことで、何か変わった。ここら辺に数字のヒント書いとらん。いや、さっきのあの、あれか？棒がヒントになってる。でも、こっちはこっちで、ヒントになってそうだけどな。錆びて回せない。これ、ああ、ダメか。やはり、絵のところで何か、やるしかないんだな。あ、この扉、覗ける。覗き穴が。ああ、なるほど。なんだ、あったのか。覗き穴が。で、じゃあこれは、青が1,2,3,4,5,6、黄色3、赤5、白2。このお面の数でいけばいいんだな。だから、青が6だった？青が6、白2、赤が5だった？黄色いくつだった？ 3？ 違う。いくつ？覚えていません。黄色が3、青が6。これでいい？あれやば、あれ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 ば、あ、もう、こっちとら。こっちとらさ、お面数えてたでしょうが。合ってると思いました。合ってました。あと回ってましたよ。この光でなんとかできない。今、翡翠は手に入れてるんですが、開かないんだよ。開かないぞ。喋ってる場合じゃない。どうぞ。おお、ああ、なんか倒した。ああ。あいつ光が苦手なようだな。この光が苦手。あいつの弱点が少し分かったけど、扉開かなくなっちゃった。下がルートなのに。まったくビビらせやがってよ。ゼロ距離で出てくるのはね、キスの時だけにしていただきたい。あいつにチューはされたくないけど。さて、もういないか。でもオレンジの光が苦手なんだな。てか、こんな壁ごと破壊すんなって。でもこれだけの部屋だったんだな、本当に。ああ、横にもあったの？じゃあ数が合ってなかった。え？あれでも、なんか調べられるはずだよな。調べられるはずだけど、何もない。あいつの残り画があるくらいか。匂いがするのか知らないけど、あった。ドライバーと、あ、マガタマ、血で染まったような色。赤と緑のマガタマを手に入れた。このドライバーであれか、ライトをうまいこと直すのか。くそ、ドライバーのためだけにあんな恐ろしい目に遭わされて、なんてことだ。ドライバーでこのライト外して、常に持っていればあいつを粉砕できるのでは。あれでも、あ、大丈夫、ランプが錆びて回せない。うん、いや、なのでドライバーでこいつを、ドライバー。あれ、こんだけ？別にこれではなかったか。こっちはドライバーで開けるってわけでもない。あ、いった。嘘だろ。
ドライバーで開くもんなの？そういうことですか。でも持ってきたのはドライバーと、扱っちゃったね。マガタマが揃ったくらいか。もしかしてマガタマここにはまる感じ？あ、はまりました。もう一個か。なるほど。もう一つ、多分青っぽいのがいるでしょう。これで黒とかだったら、いや、これか、もしかして。これ解かなきゃいけない？今んとこノーヒントだもんね、これ。ちょっとやってみるか。あとこれしかないもんね、今んところ。ああ、これそういうことか。なんか、刺さる深さと、刺さる深さが場所によって違うので、それ、これ全部、あれか、同じ深さに、同じ高さに揃えろってことか。なるほど。それはノーヒントでもいけますわ。じゃあちょっとやろう。よし、これで揃いそう。揃ってくれ、頼む。こうでしょ。よし。出たな。あ、ミルク。白だった。青ではなかったです。よし、これで3つ。てか、今のが、これが一番最初で僕、もう良かった。そんな感じ。てか、何の部屋こう。機械がある。遮影機みたいな。あ、行った。何？琥珀の装飾が施された金縁のメガネ。ほう。琥珀金縁。あ、なんだ？え？かけた？もしかして。なんでかけた？かけようと思った。でもこれで何か新たなものが見えるというわけか。うん。何かこのようならざるものが見える。バッチリ見える。靴の跡。そちら？でこんなさ、ジャンプしてるじゃん、この人。マリオか？ジャンプでこっちへ行っている。そう、この、しかもちょっとね、左足後ろ右足前みたいな、ちょっと剣道の構えみたいな感じでずっと行っている。まあ、ちょっと足開きすぎやけど。ここ。あ、なんか調べられる。今 A って出たよ。出たよ。はい。あ、もう、これでメガネは用済み。足跡は残ったまま。あそこからここへ来た。いやー、舞台の裏側です。すいませんね、関係者以外立ち入り禁止っぽいけど、ここ。あー、舞台が始まっている。どちらさん？なんか観客もわずかながらいる。これがリンさんか。今までの話ではリンさんしか出てきてないけど、なんか観客を入れる前のなんかあれか、リハーサルみたいな感じ。はい。まあさすがにね、これだけ椅子を用意して来ないってことはないでしょ。あの人がでも、なんだっけ、殺されたんだっけ、自殺したんだっけ、どっちだ、バラバラにされたってやつだっけ。これ舞台裏には入れない。舞台袖から入る方向は、あら、やばい。ちょっとね、これ何もね起こさないのは逆に、あー、ここですか。行きます。不思議な置物がある。一部が欠けているようだ。いや、ちょっと待って、置物に反応していた。あ、こっから入るのか、びっくりした。これだ、置物ね。これが欠けてるやつね。部品が一つ欠けている。で、これ、新攻撃の無料チケット。おや、無料でそんなものを見れていいんですか。で、これ欠けてる。またハッケだね、これね。ハッケさんだから、どっかでパーツを拾ってこいということでしょうけど、無料チケットは取れなかった。これ降りれないの？あ、降りるわ。ジャンプで、どっかに、どこかの椅子に何かヒントが隠されている。そんな探し回る、そういう感じでもなさそうだけど、一応見ておいてね。どっかに落ちてるやもしれん。いや、でも一応戻れるんだよな。パッと見椅子には何もなし。いや、でも裏まだ何か見落としがあるかもしれない。これの人形、この人形もね、なんかどっかに飾られてあった気がする。これ裏は何もなしか。無料チケットをかけている。これはあれ、今一瞬これにも絵が、うん、出たけど、これも欠けてるって言われるんだよ、どうせ。ちょっと待って、もうちょいこまあ向こうから見たからいっか。
じゃあこれは戻るか、一旦。戻る感じ？ないもんね。一応。いや、でも見れるからな。あった。ありました。ちゃんと座席は見て回るべきだった。じゃあこれで。これね、このパーツ、なんか見たことある。これにはまれるやつ。あらららら。ら、はい、はい、はい。え？何？なんかしろってこと？カワイカワイ。おう。マイサワ。キャシーが現れた、急に。レコーケンヨーピンタワ。なんだこの舞台は。なんか雲女とバトルしそうな雰囲気出てるけど。だこれ、ライトじゃん。ほら。ほら、もうこれで照らせってことだよ。雲バトル。バトルあんのこのホラーゲーム。そういう感じじゃないと思ってたんだけど。ありそうだ。キャッシーこっち行ったけど。あ、なんだって？開かない。この図は机の置物に関係あるかもしれない。机の置物。覗けない？はぁ、あ。うん。どうしてこんなことに。本当だよ、もう帰りたい。私は職場にいたはずなのに。机の上の置物？これ？あ、違うか。これもう一回やる。あー、動いてる。え、ちょっと待って、開いてない。やつがやってくる。気をつけろって言われてるけど、ちょっと待って、どうなってる？今まだ大丈夫。やってきてる。待って、やってきて。はいはい、やってきてるから。ちょっと待って、これで撃退できない。ちょっと待って、どこ。あ、いけるいける、まだいける。なんとアタックでできないの。ちょっと待って、どういうこと。待てよ、これを、これの、なんかね、パズルが終わるまでに、あいつを退ければいいんだな。終わらせればいい。まず一個。あ、わかった。いや、わかりましたよ。まだ気づいてないよ、あいつ。気づいてないから。気づいた。でも今2個解除された。どこ行った？来てそう。来ました。よし、そっちから狙う。アホだ、あったー。アホは私でした。あれかな、ちょっとまあ余裕を持った方がいいですね、当然。1個やった。あいつの影が見えたあたりで、ちょっと何かした方がいいかな。ここら辺でちょっと一旦降りて、あいつを、来ているっぽいから、ライトでなんとか撃退。さあ、来い。よし。これで。あ、待て。これ普通の色だ。多分オレンジ。ちょっと待って。オレンジライトか。オレンジライトが必要。いや、でも別にオレンジ。あ、いや。この、陰と陽のマーク、陰陽道の陰陽師マークが、ないとダメかな。そういう感じ？あれ普通のライトだって、もしかして。いや、そんなことないと思うけど。いや、これもマークがつついてるよな。当ててもダメなの？いや、ちょっともう一回もう一回。ワンモアプリーズ。ちょっと見つかった気配がしたから、ここで一旦降り、ライトでなんとか、あいつの足を止める。これでどうですか？止まりませんね。あー、止まってる。あ、OK、OK、OK。一旦逃げた。この間にこれをやると。で、あいつが来たらまた、ライトで、撤退させなければならない。早く。ちょっと、ああ、まだ来たね。証拠りもなく。音楽鳴り始めたらもう行った方がいいか。今度はこっちで。でもあんまり遠くに行くと。よいしょ。どこ。やばい。あ、どこだ。あれ、あ、そっち、よし。ここなら大丈夫。よいしょー。はい。しょぼい叫びを上げて、帰るもんだね。だが、なんかまだ、声が終わってないんだけど、大丈夫？あと半分。このシステム何なんだよ。さあ、音楽が。俺は、雲人間専用の音楽。もうここまで来たら降りた方がいい。ここでいいでしょう、もう。多分これいい。来いよ。さあ、上だ。来い。来なよ。君の顔を明るく照らして、光の世界へ、よし。だんだん可愛く思えてきたかもしれない。可愛い可能性もちょっと、B 粒子レベルで存在してるが、襲われたら、
食われるので、いやもうこれいけるでしょ。ダメか、もういいワンターンくらい。ちょっと微妙な音楽が来た。 あと一周でも、まあいいじゃん。もうここは安全策で、安全策でいきますよ。よいしょ、これで上にいない、大丈夫。上にいる気がしなくもない、しなくもないけどしょうがない。大丈夫、大丈夫な気がする、気がしてます。気がダメだった。よし、あと1個、3まだ見つかってない。いけるか、いけるのか、見つからずに。いや、あいつ見つかってないですよ。やった、よし。何か魔法陣が発動した。燃えとる。あいつ炎に弱いタイプ、もしかして普通に炎に弱いタイプですか。そんな物理的にいく感じ。やった。でもなんかこの、あー燃えてる本当にマジで炎に弱かった。動くなよ、動くなよ。はい、焼き人形の完成。あ、後ろか、違う、歌声だけが生きている。走れなくなった。歌声に心を縛られし、いや暗くない、こんな暗かったっけ。あ、暗い、ちょっと待てよ。歌ってる主が女性とは限らないぞ。めちゃくちゃボイスオペラなのかもしれないし、あの化け物だってすごい美声かもしれない。行きます。はい、あれどこ、あれ戻った、あ戻った。なんだ、癒しの歌だったか。